リサーチの、セルセラピーテクノロジー&プロダクトエンジンという部署で再生医療等製品、いわゆる細胞を使った治療薬を作る仕事をしています。細胞を培養してそれを人に投与できる形に、工業化することがメインの仕事で、作り上げたプロセス、試験法を使って規制当局と相談しながら臨床試験まで持っていくというのが主な仕事になります。私は2007年に武田に入社をして、当時、CMC の研究をする分析の研究所に、配属になりました。その後、テーブンシー薬品の CMC 研究の方に移りまして、その業務の流れでボストンの方に出向をさせていただきました。ボストンで、1年半ほどテーブンシー薬品のお仕事をさせていただいている間に、日本で京都大学と武田薬品の T サイラのコラボレーションの仕事が始まりまして、細胞治療における CMC の仕事をするという目的で、湘南の方に配属が決まりました。細胞医療というのは、細胞を使って、病気を治療することの、一般の名称を指してまして、実際に、人の中に存在する細胞を使ったり、他人の細胞を使ったり、それをもとに遺伝子治療を加えたりして治療をする医薬品になります。細胞というものを使うということで、かなり多様性が多い、物質的に言うとすごく複雑なものを使うので、どういうことが人の体内で起こるかとか、どういう副作用が出てしまうかというところにより注意を払いながらやるっていう必要が出てきます。今の仕事は世の中的に何もないところから、始まった薬の分野になりますので、これまで誰も経験したことがないことを、会社の中でできるっていうところが一番の、やりがいのあるところになってるかなというふうに思ってます。ガイドラインもない、レギュレーションもない状態なので、戦略をまずは自分たちで考えて、それを規制当局と相談しながら詰めていくという作業ができるのが、細胞療法の難しいところでもあり、楽しいところでもあるかなと思います。平日は、時間があるときは、筋トレだったりランニングをして、体を動かすことが好きなので、そういうところに時間を使っています。あと週に1回アイパークの、サッカーチームがあるので、そこで、みんなと一緒にフットサルをやっています。今は大阪に住んでます。嫁とあと息子が2人、今が12歳と5歳になります。湘南に戻ってくるまでに、ほとんど自分の中で仕事をするつもりはなく、完全にオフで、彼女たちのために時間を使ってあげようというのが今の僕の考え方です。やっぱり仕事は楽しくしてなんぼだと思うんですね。自分がつまらないなって思いながら仕事をすると、どうしても後ろ向きになってしまうので、自分が今やってることを、どれだけ高められるか、どういうところが面白いと思うのかっていうところを、探しながら仕事ができたらなというふうに思ってます。私が紹介したいのは岩崎真二さんです。すごく優秀な方なので、皆さんのためになるかなと紹介させてください。